ニュージーのワイシャオポンチです。弁護士 YouTuber ズチャンネルの弁護士 YouTuber の久保田でございます。よろしくお願いします。今日はですね、 YouTube 界で、まあ、一番有名ですよねの弁護士さんお越しいただいて、はい、僕マジック見せます。はい、まあ、弁護士さんだったら、まあ、見破れるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、普段からね、うん、まあ、人の嘘に接している職業ではありませんもんね。そうですよね、人より絶対嘘を見抜くの得意ですよね、のはずです、うん。まあ、今日は僕は見せます。はい、まあ弁護士さんだったらね、まあ、見破れると思うんだけど、もし万が一ですよ、はい、今度は万が一仮に見破れなかった場合は、はい、一応まあ罰ゲームはあという形でね。はい、まあ多分大丈夫だと思うんですけどね。あれ、見破れた時は、見破れた時は、あの、罰ゲームはなしです。あれ罰ゲームはなし。あれ、飴と鞭の飴はなしみたいな。じゃあ見破れたら、はい、じゃあ1万円あげます。あ、すごい。それでいいですか。いや、まあね、ちょっと金銭のやり取り重なったねそう、あれなんでもし、仮に見破れた場合は、はい、僕あの、まあ、整体、昔やってたんです、整体師、はいはい、僕の整体、まあ、足つぼできるんで、はい、足つぼ受けていただこうかな。おー、なるほど。それでいいですか。じゃあ、そうしましょう。気持ちよくなっていただければ。あー、そうしましょう。もし見破れたらね。はい。もし見破れなかった場合は、はい、あの、僕もともと整体やってたんで、はい、足つぼを受けてもらおうかな。あれ、あれ、なんか同じですけど。あ、いいですか。まあ、足つぼもね、うん、いろんな種類がありますね。いいですか。じゃあ、だから飴と鞭ね、これ。あ、そう、チラシお願いします。納得いかないか、お願いします。みんなおなじみね、トランプ使います。はい、よく混ぜてください。はい、こんな感じですね。うまい。やってた人ですか。いや、全然何にもやってないですけど。うまい。あ、本当ですか。ありがとうございます。じゃあ、これで、これ今、上が何か下が何かって誰もわかんない状態ですね。そうですね。打ち合わせとかしてないですよね。してないです。で、見た中で1枚だけ、1枚だけですよ。はい、心を決めて。はい、見ただけですよ。見ただけですね。どうぞ。決めました。決めましたね。はい、これ当たったら奇跡じゃないですか。いや、奇跡ですね。これはまあ普通ね、当たらないと思うんですけれども。そうね、当たったらイメージしてください。イメージね、はい、うん、こっちじゃないかな。あ、初めて聞きます。はい、カメラの前も誰もわからない。わかるね。初めて来ます。心に決めたカードは何でしたか。スペード11。スペード11。あ、合ってますなんで中入れたんですか。違う、合ってます。いやいやいや、わからない。見破ってください。いや、だって、いや、見破ってください。わかりました。僕やりましょうか。いや、ダメです。なんでですか。なんでですか。じゃあですね、あの、はい、まあ、今のなんか言いがかりつけられたんでなんか行きましょう。ちょっともう一回よく待つ。あ、わかりました。しょうがないな、本当に。まあね、ありがとうございます。はい、じゃあこれもう上がないか知らないかわかんないですね。たくさん見せるんで心決めてください。はい、はい、なるほど。なんか一番決めました。はい、決めましたよ。決めました。それはもう家族でも友人でも誰にもわかんないですね。はい、これ当てたらすごくないですか。いや、すごいですね。奇跡ですね。100万回生きた猫並みに何言ってばかって、乗せていただいて、はい、じゃあちょっと反応反応、反応しないでください。見せるんで合うかないか見てください。はい、向こう向いてますね。あ、出ましたね。出なかったですね。本当ですか。あの、見逃さないでくださいね、たくさんあるんで。あ、出ましたね。いや、出なかったっすね。あ、もう大丈夫です。もう大丈夫です。ちょっとなんか、本当ですか。本当です。だいぶね、分かってきました。あ、分かりました。すなわち、イメージしてください。はい、赤色ですよね。赤色ですか。赤いですよね。絵のイメージがあるんですけど、絵札ですよね。絵札ってあれですよね。11ですよね。いや、違いますか。いや、嘘は言わないです。いや、違います。カメラ見ないで。カメラ見ない。はい、で、僕初めて聞きます。はい、あなたの心に決めた、はい、聞いたわけじゃなくて心に決めた方は何でしたか。二のダイヤ。二のダイヤ。おお、すごい。はい、じゃあこれは見破るっていうか再現できて初めて成功です、はい、再現して、はい、どうぞ。
食ってもらいましたね、まあ、再現で言いますとね、うん、食ってもらいました。で、まあ、誰も何も分かりませんよと。で、上から見せていきました。こうやって上からじゃなかったでしたっけ、半分ぐらいでした。いや、それはどうなんでしょう。まあ、まあ、こんな感じで見せていきました。切ったからあれですね、バラバラになってというわけで、残念でした。罰ゲーム決定、イエーイ。あーぶー。で、罰ゲームは何してもらうかと言いますと、足つぼと、はい、私、まあ、くすぐり師でもあるんですね。いや、なんか増えてません、うん、くすぐって、まあ、耐えていただく。なんか増えてません。見破れなかったってことでね。はい、再現できなかったら、まあ、見破れないも一緒ですから、ね、そうか、近いはでもダメですから、再現できないから。というわけで、納得いかない。あの、まあ、くすぐりをね、はい、20分ほどやります。20分死ぬ、死ぬ、あっ、ボコボコ訴える、訴える、訴える、裁判。どうすか、いったいつ、これ頭ですね。頭賠償、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 損賠、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 あ、生殖器、あーさあ、裁判っすわ、これ裁判っすわ。え、気持ちいいっすか。痛いっす。ここがね、心臓っす。いつ疲れっすね。ここ腸っす。あ、腸がこれやばい。腸がやばいっすわ。ダメ、蹴る、痛い。反対向きます。いやー、十分取ったんじゃないですかね。はい、気持ちよくなってきたな。もうこれどうですか、これ。あ、これは気持ちよくなってきた。涙が溢れて途方に暮れた夜に。